私の名前を呼んだか、決着をつけよう。こんちゃ、今日はですね、またツイッターのドレッシュメッセージにて、紹介を受けた構築というものを、まあ、紹介するんやけども、帝王様こんちゃ、今回は無課金向けの SR0 枚超速攻デッキを作りました。この超速攻っていうね、100文字の中に全ての作文があるよね。現在ボルバルザークやヘブンズゲートなどの高コストデッキが増加しています。このような亀みたいな悠長デッキが増加していることは、つまり速攻が勝てるという3文字の証明やね。勝てるやか3文字やね。なってるわけですよね。で、今回のデッキは超速攻低コストクリーチャーを横並べして、序盤からシールドをブレイクしまくるデッキとなっていると。まあ、結構私のね、動画の中でも速攻デッキというものはね、非常に評判がよろしいと。まあ、ブレイズクローをはじめとする速攻デッキというものは第1弾からずっと口を酸っぱくして紹介してきたからね。特に第4弾で注目すべきは1鉄のジャスティン・ビーバーです。2マナという低コストにもかかわらず、破壊されても何度でも手札に戻る能力があり、相手が運よくデーモンハンドやバーストショットで抵抗してきても、そのトリガーは水の泡に返すことになると。そして速攻デッキの天敵であるブロッカーに対しては火炎流星弾、ピーカムのドライブで除去をし、今流行のバルホルスのパワーが6000なので、雑魚クリーチャー同然であると。まあ、バルホルスに関してはね、結構賛否両論あるんやけども、やっぱ6000のラインがなあるっていうのがね、これ6500とかやとね変わってくるんやけど、6000ライン以下っていうのがバルホルス弱点やんね。水は剣にも鎧にもなる。いや、ウォルト・ディズニーで手札を補充し、ディズニーランドの中で、賛美すると、新カードチックタックでバンバン攻めていくと。ちなみに私はこのデッキを使い、シティバトルにて CPU エレナ相手に2連勝するようで、やばいな、シティバトルのエレナ相手に2連勝。これもう野球でね、イチローを超えた感じだね。イチローのボールを蹴ったみたいなね。サッカーボール選手みたいな感じですよね。無課金の救済デッキですので、ぜひ紹介よろしくお願いします。ということで。チャンネル登録、高評価よろしくね。で、まあ、デッキがこんな感じなんやけども、まあ、個人的に好きなカードはこのね、瞬発の、ゴーヤチャンプルというカードで、まあ、3コス2000のスピードアタッカー。まあ、多色という出しづらさはあるものの、まあ、今回非文明、自然文明、水文明の3色なんで、まあ、そこまでね、難しくはないと。まあ、この本当にゴーヤチャンプルが強いよね。で、デッキはね、1コストのカードが、12枚採用。ただ、シールドトリガーがかなり少なめの採用なんで、まあ、相手がこう攻め手になった時に、まあ、押されてしまう構築だと思うんで、いかに自分がね、主体的に押していくのか、その盤面を作れるかによって、勝敗が変わってくると。ただ、これだけ低コストを積んでるので、まあ、手札事故もないし、序盤から1コストいっぱい並べても、バンバンシールド削っていく。で、このね、デュエルマスターズっていうのは、その相手のシールド5つとね、顔にね、1点与えればいいだけのゲームなんですよ。つまりその火力が6000だろうが7000だろうが、強いカードを出せばいいというものではないんですよ。相手のシールドを、5枚、墓地へ送る。ただそれだけの単純なね、ことなんですよ。だからこそ、こういう速攻デッキというものを使って、簡易的にね、相手のシールド墓地へ送っていくというのがやっぱ手っ取り早いわけですよね。で、まあ、これ新しいカードのチックチック、最近兵器チックチックは攻撃しながらドローできる。これもいいよね。相手のシールドを破壊しつつドローできるからね。で、2コスト帯のゴンタが採用されたことによって、まあまあ多色のね、速攻デッキ、まあ、強くなったと。で、今回このザックランバーというカードが入ってるんやけども、まあ2コス戦で自分の使用可能マナが0枚ならパー2000すると。つまり、マナを全部使ってしまえば、まあ、このカードは、まあ、2コス3000として、まあ、機能すると。まあ、ゴンタよりは弱いんやけども、まあ、2コスト帯のね、面白いカードとして、まあ、採用されていると。で、ブロッカー対策の P 株のドライバーなんやけども、まあ、今期ね、ボスバトルによって、まあ、P 株のドライバーの一害が、まあ、追加されたみたいやけども、まあ、今回もね、ボスバトルかなり評判が悪くて、もう二度と開催するなみたいな、結構叩かれてたけどもね、まあ、ボスバトルについてね、なんか思うことあれば、このコメント欄にも書いてほしいなと思うんですけども、軽くデッキ紹介していくと、ブレイズクローが4枚採用、火炎流星弾が4枚。冒険のアリバイだ、私はディズニーランドのウッドフットだ。それからガザシックランバーが2枚採用、ピーカブのドライバーが2枚採用。
怒り神のゴーデが4枚採用、一徹のジャスティン・ビーバー、マイケル・ジャクソンが4枚採用、ゴンタが4枚で、水は剣にも鎧にもなるが4枚、それからウォルト・ディズニーが、2枚採用。攻撃するときにカード1枚引くと、まあ速攻デッキやっぱこう攻撃するときにドローできるカード多いのいいよね。それから瞬発のエッグトマトが4枚採用、それからチックチックが、2枚採用。まあ結構そのアクアハルカスをはじめとするドローソースもあって、で手札に戻るカードもあるので、結構ねえぐいコンボが決められるんじゃないかなと思います。まあ速攻デッキの頂点ということで、まあ一説によると平均3ターンでね終わるということで、まあ世界最速やんね。まあ多分第4弾のデッキの中でも一番最高峰の、まあ速攻デッキになるんじゃないかなと思います。で今回このデッキを使っていくんやけども、この動画がね面白いなとかね参考になるなと思った方はチャンネル登録と高評価ねよろしくお願いします。お、シルバー隊に遭遇していく。甘えるなよお前、いくら4連勝しているからといって私みたいな最強の敵を目の前にするということがいかなる裁きの損失千万。まずは6枚目、冒険の始まりだ。いいね。で今回ザックランバーというカードがあるんやけども、まあマナーゾーンが0枚ならね、火力を上げるっていうカードなんやけど、ちょっとこの試合は使えなさそうやね。結構そのまああの1コストの虫カードがいるんやけども、まあ、あ今回虫いないのか、まあ0コストでその0マナの時にね、まあ、使うことできる。まあ結構このカードは使用可能マ、あじゃあ使用可能マナが0やから、マナーを全部使っていればってことか。うん、焦りは禁物だって言ってるだろ。まずは1枚目、2つの機能をここへ。だからこういう状態だと0マナになってるんで、まあ、ここやと火力が上がるって感じやんね。まあ2コスで、まあ、3000っていうのは強いよね。逃げろーペーン。まずは1枚目、おバゲルハゲルジャグラザガラガイザーか。ブロッカーカードを破壊するカードが、まあ、火炎流星来たので、ここはちょっと入れ替えてもらえ、でも、ピーカブのドライバーがいる限り、このカードいらなさそうな気もするよね。焦りは禁物だ。まずは1枚目、冒険の始まりだ、ペーン。ピーカブのドライバーを添えることによって、私はブロッカーへの対策を次のターンに入れることができる。まあこのピーカムのドライバーが入っ、まあなんかそのボスバトルで今回ねあったけども、無駄な抵抗するのはやめろって言ってるだろ。でボスバトルも今回評判めちゃくちゃ悪かったよね。今回のボスバトルみんなどう、これ小さかしいな、別の雨を降らせてやるぜ。だから私の無敵の速攻コンボの前では何も覆すことはできないんだよ。タップスキルの効果によって相手のブロッカーカードを破壊、ペーン。まずは1枚目、美しき世界の中に思いを馳せる疾風怒涛、ペーン。これは強い。しかも全部のマナを毎ターン使うっていうのがあるから、このカードは基本的にねパワーが上がっているって感じか。しかもこのカード相手のターンにも上がるんよね。2コス3000、面白いね。無駄な抵抗するのはやめてくれって言っているだろう。諦めるんだよ、俺に勝てないってわかるんだよ。わかれよ俺に勝てないってさ。ブロッカーカードを置いてもピーカムのドライバーの前では無力なんだよ。我こそはガルザーク、だが無駄な抵抗するのはやめてくれって言っていい。冒険の始まりだ、ペーン。無駄な抵抗するのはやめてくれって言っているだろ。まずは1枚目、まあ火炎流星なワンチャンピーカムドライバー破壊された時用にね取っておくと、恐怖の世界にうつろなる奇跡を見せようではないか。こんな感じでね、まあ、3ターンでね決着がつくということで非常に素晴らしいよね。